いやー、せつなけいすきだよ。今回もやっていきます。武器に願いを。言っておかなあかんことがあるんですけど、前回のバードセーブし忘れとったんで、まだやり直すという羽目になってしまいました。その結果何が起きたかって言うたら、前回のバードの通りにやり直したんですよ、大体ほとんどは。そうしたら、なんかトレンドのところでなんか、サラマンドソードが売れますよって言われとったんが、突然フリーズブレードに置き換えられて、いつも通りの売れますよって感じになってしまいました。その結果何が起きるかっつったら、フリーズブレードで3個じゃ足らんなーって話よね。やっちまったわ。やり直したんやんけん、フリーズ、アイス石か。買っとけばよかったなって思ったけど、今更って感じだったな。しゃあない。今回は貧弱装備。貧弱装備で、頑張って売ります。クレイモア、ニュートンってやつが使ったんじゃ。ニュートンだけに、そういう荷重にも耐えられますよ、的な意味なんだろうか。クレイモアって重そうなイメージあるもんな。魔王の左脇を突き78のダメージ。726のダメージ。そこそこ高いな。でもって3000切ったよ。さて今日はそんなにいいもんが売れんのじゃ。サラマンドソード、いや、雷鳴剣、フリーズブレード、もう一本雷鳴剣、ナイトソード、火炎ソードでいこう。これでいこう。ちなみに、ナイトソードは3本置いとかなあかんのでね、取引に使うんで。つまり、5本あるうちじゃ、2本しか売れんわけだよ。つらいね。初めてのお客、返そう。どんどん来よる、どんどん来よる。ロングソード2本。ロングソード、もう古いんじゃない？みんな持ってるもんね、ロングソード。みんなと被らせたくないという願望はないのかい？それとも安いのがいいのかい？あ、カエンさんも売るよるわ。カエンさんも安いけんな、どっちかって言うたら。もう値段命なんかな、みんな。安ければいいやって感じなんかな。悲しいな。お金さえ出せばもうちょい強い武器買えるんだけどな。ナイトソード、これがラスト1本ね。ああ、そのラスト1本持っていかれた。持っていかれたって言うたら言い方悪いけど。サラマンドソード置いとこう。サラマンドソードあんま売れんって、トレンド通りになると売れんのやけど。で、フリーズブリーでもそもそもなくなったんかな、もしかして。あるね。なくなったも何も、まだ1本目か売れたん。今思ったらバスタードソード置いてなかったわ。ははは。バスタードソードもそこそこ売れたんやけど。置いとかな。ロングソード。お前邪魔。邪魔。邪魔だよ。なんていうか、まあ、ロングソードばっか売れてる。ほら、まだロングソードだ。てか、お前。赤い髪しとって雷鳴剣で色違うぞ、お前。いや、そんなとこはどうでもいいんやけどさ。せめて、色合わせていこうぜ。ファッショナブル。あれなんやな。雷属性の武器が必要になったんだろう。そういうことなんだろう。それをいちいち突っ込むのは野暮だろうな。全然売れないね。いや、だからこれ。ダメだこれ。売り上げ悪いな、これ。まず本数少ないもん。わあ、3万もいかんかったな。薬味だ、今日は。じゃあ、さっきやっとくべき、ナイトソードの取引。どうぞ、取引成立。こんで、ダマスカス港に、こうに。
ウーツ校10個か、ダマスカス校2個しかもらえん。まあしょうがないでしょう。他の次の取引は何だい？サラマンドソード2本とロングスピア4本。ロングスピアあったっけな？ないか。ロングソードだって、じゃあロングスピアか。作れたっけな？4本作ってサラマンドソードと一緒にか。これはまたいいかもしれんな。サラマンドソード全然使いようなかったね。で、お掃除レベル上がって、そういうことならちょっと、サラマンドソードも用意しといた方がよかろうやな。だね。フリーズブレード作らなあかんところ。あ、でも先にちょっとトレンド見とこうか。フラットになっとる。バスタードソードからナイトソードまで3になっとるんじゃ。どれ打っても均等に売れますよ的な感じかな。そんでもって、火炎層とアイスランスが高いな。あとサンダースピアも。なるほど。ってことはもうその2つ作っといた方がいいよな。火炎層とアイスランスか。アイスランスね、作ってなかったな。とりあえず鉱材の方、いくらかな。サラマンドソードは、ファイアスキンも十分足りとんな。雷鳴剣もいけるだろう。フリーズブレード、カタカナな。アイス石を、12個ぐらいいっとこう。こんなもんか。コンサルティング、コンサルティング。この辺のやつらはもう新しいことを言ってくれない。よっしゃ、今日はもう家事を頑張ります。やね、とりあえず作っておきたいのはクレイモアなんですな。やっぱりクレイモアですよ。ウーツ鉱が10個もある。あ、それよりや、アイスランスだ。欲しいな。ダマスカス鉱から作るんで、アイスランス。ロングスピアがこれ、サンダースピアから。なるほど。サンダースピアを作ればロングスピアにつなげていける感じ。ミスリルってやつ使うんじゃ。どうしようかな。いやー、今回はアイスランス2本で行こうかな。ダマスカス鉱2個をアイスランス2本に変えて、でもって火炎層が売れるっていうならもう火炎層を10本も作っておけばいいでしょう。クレイモア、あ、素材なくなった。やっちまった。ウーツ鉱こっちに使いすぎたから。ウーツ鉱って何に使ったの俺。これじゃあ、火炎層に使ってしまったんじゃ、ウーツ鉱。そうか、火炎層に使うんじゃ、ウーツ鉱。やっちまった。10個とも使ってしまった。わあ、ナイトソードもクレイモアも作れない。あー、まあいいか。こっちを数打ってどうにかしようのパターンでいこう。あー、もういいや。もうそれでいこう。雷鳴剣上達に、フリーズブレード、ロングソードが勝てないな。フリーズブレードも、もう、アイス石がある分全部作ってしまって、サラマンドソードも。バスタードソードは、このままでいこう。12本あれば十分でしょ。ロングソード追加で10本作って、これで OK。やっちまったな。ナイトソードとクレイモアないはちょっときついな。取引できんけんな。ロングスピア。やっちまったな、これ。当分、やばいぞ、これ。取引どうにかしてほしいところ。これはもしかしてさ、
闇ギルドにただに素材のお世話になることを考えてみようかっていう、ちょっと悪い欲望があるね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け